じゃあみんな下ろしてた。バジュンさん、マジカのバナナちゃん、スピンさん、ハートありがとう。ツッチーさん、稲穂ススキなんだ、ありがとうございます。今日はやっぱりユキリンさんのコールがすごかったです。ユキリンさんのコール 95% みたいなそう、すごかった。解放。あとなんかもう爪がね、聞いて親指の爪が割れました。ここなので今から爪を落としていきます。爪落とすというかネイルを落としていきます。で爪も切ります。なのでまずはネイル落とし。明日もめっちゃ朝早くから、明日レッスンが始まるの。そう、朝早くからレッスンがあるの、始まるってかあるんですよ。そう、もう武道館のレッスンが着々と始まってきてて、明日も朝早くレッスンしてから静岡に向かいます。やばいそう、しかもやったことない曲のレッスンだからもう無理と思って、そう、レッスンやってから静岡に向かいます。怒涛のスケジュール。そう、なんかみんなね今体調不良者がちょっと多くなってきてるので、ちょっと本当に気をつけなきゃなって思いますね。なんかそれこそ27もあるし、1日も公演だし、そう B 公演千秋楽前ラスト多分。でもみんなゆいゆいが出るんですよはい、当たらない頑張って当てて、まあ今日よりは当てやすいはず。今日はもうゆきりんさんの生誕祭だからもう絶対当たらんでも今日よりは多分当てやすいと思うので。でもね、幸いって言っても、まあ本当はねやりたかったですよ2公演。ただやっぱこの怒涛の感じあるんですけど、そう、1日はちょっと1公演、私土日土曜日なんですけど1公演で、日曜日かな、もうすぐ分かんない、土曜日か日曜日か分かんないんですけど1公演で、そう B 公演だけなので私は。その1回に全力で注ぎます。ね、もう10月なんだよ、本当に。やばい、スタッフさんから今日締め切りの、今日締め切りだから大丈夫、今日締め切りのもののリマインドがさっき LINE で送られてきた。やばい、送らなきゃ。とりあえずネイル落としてから。ね、なんか新メンバーかと思った。そう、
リバースの DM でだけ拾っといた。やばい。ね、時間、日付が足りない。しかも明日のレッスンの振りも起こさなきゃいけないし、ねえ、もう時間、ひ、もうだってお風呂も入んなきゃいけないし、もう時間が足りない。とりあえず爪切る。爪切る。私の爪切り召喚。シャキーン。ドボンは11時からやる。15分だけ。ドボンタイムはやらなきゃいけない。爪切ってる。でも今日は疲れたハルピョンにハーゲンダッツ買った。今日はハーゲンダッツ買った。ご飯はもうね食べた今日。そうこの間言ってた美味しいよって言ってたやつ。きなこのにもしようかなと思って迷ったんだけど、やっぱでもあの抹茶好き餅みたいなやつがうまかったから。今日もそっちにしちゃった。ご褒美、うん、ご褒美です。完全にこんなでもないと頑張れない。あとはなんか今日はもう夜アイスしか食べたくない気分だった。なんかがっつり、いやお腹はね、今日は朝目玉焼きご飯サラダお味噌汁ってもう完全に朝ごはんみたいな朝ごはんと、あとお昼のお弁当16時17時ぐらいに食べたお弁当の2食しか食べてないんですけど、でもなんかもう今日はあとはもうアイスの気分。そうだからもう今日はあとはアイスを食べます。公演前に全部ご飯食べた。最近はね公演前に、公演前っていうかリハ前にマック食べて、でリハちゃんと動いて公演までにちょっとお腹痩せるっていう荒技をしてるんですけど、今日はもうあのリハの前にまずマック食べようかなと思ったんだけど買いに行く時間がなくって。そうマックンさんハートありがとうございます。マジカのバナナちゃんススキありがとうございます。哀れさん、すすき、ありがとうございます。そう、だからエビフィレを食べたい気持ちになったの。エビプリ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 オーみたいなやつ食べたからこの間、そうエビフィレを食べたい気持ちになったんですけど、うわ買いに行く時間ないやんと思って行くのやめたんですよ。そうそしたら意外とめっちゃ時間あった。
めっちゃ時間あった。スタッフさんに福井どうでしたかって今日めっちゃ聞かれて、あ、もうなんかチームエイトって感じでしたって答えた。でもそうだよね、本当なんかチームエイトって感じした。爪切りまだあと1個、小指、小指だけ。長すぎてたから。よし、オッケー。明日は爪切ったハルピョンで会いましょう。やばい、ドボンタイムしなきゃ。あと1分ね。直吉さん、ハートありがとうございます。でもね、聞いて 6% しかない iPad 充電。15分持つかな。明日式典だからネイル落としたか。いや、もうなんか爪がね本当に割れちゃったの、親指だから。そう、ちょっと、しかも全然ネイルもハゲハゲまではいかないけど、なんかザザザザザって感じだったんで、はい、え、なんかめっちゃ真っ黒なんですけど、なんで足の薬指がの爪、薬指じゃないや、人差し指、足の人差し指の爪がめっちゃ黒い。どうした急に。多分衣装ですね。いや、多分あの今日の衣装のなんか、ま、マッキーで描かれるんですけど、あ、なんかなんて言うんですか、指のこの白いところだけが黒いみたいな感じ。そう、踏まれたとかじゃなくて、指のこの指っていうか爪のこの白いところだけがちょっと着色しちゃいましたみたいな感じなんで、全然痛くもないし痒くもないし何でもないんで大丈夫です。ドボンします。うん、多分色移り。うん、インクがついた感じだと思われる。ヨッシーさん、コモさん、ありがとう。なんだっけ、すすき、あ、そうだ、皆さん26日開けといてって言ったんですけど、静岡だとはまさか思ってないですよね。そうですよね。ってかマジで本当告知がこんなギリギリになってしまって本当に申し訳ない。私はめちゃめちゃその話聞いた時から、告知はいつなんですかって聞いてたら、前日にして来れる方だけみたいな感じで言われて、いやそれは人来ないよと思いながらも、ね、告知が急なのはちょっと分かんない。まあでも多分もしかしたら私の勝手な予想なんですけど、まあ、空港自体まず来れる人数、なんていうの、入る人数が限られるじゃないですか。そうだから、まあきっと入れる人数が限られちゃうから、そう人が多すぎても、そうほらね、めっちゃ
めっちゃ前にね告知して、うちらファン、うちらのファンの方々っていっぱい来ちゃうからさそうなのかなとも思いました。わかんないけどね、私の勝手な予想なんでわかんないですけど。そう、でもなんかせっかくやるんだったらファンの人来てほしいなっていう気持ちだったから、昨日ピョンズと静岡かなって話してた。えぐえぐ、うん、そうだからほんとみんなには申し訳ないんだが、前日の告知となってしまいすまぬ。そう、しかも福井もさ、なんかまあこれはね意図した直前じゃないんですけど、そうちょっといろいろあって直前に福井も発表ってことになって、福井出るよってことになって、ほんと来てくださった皆さんには本当にありがとうございますっていう気持ちですごくすごくいっぱいで、直前に言ったのに福井まで来てくれて、みんな、まあ日曜日だったっていうのもあるかもしれないけれども、そうでも本当にありがとうって気持ちでいっぱいだし、今回も前日に静岡来てくださいって言われてそんなうちのファンそんなに融通きくお仕事してる人が多いわけではなさそうな気がするのでそう、まあでも前々から言ってた通り、運が良ければ4日連続ハルピョンと会えるよということでこの25福井、あ24福井、25ゆきりんさんの生誕祭、26静岡、27池袋ということでまあ今日はピョンズもうなんか片手で数えられるぐらいだったので、多分運が良い人なんてもう本当にこれっぽっちりなんですけれども、でも本当、え来るよって人います？ちょっとつわもの、そんなつわものいます？明日行きます、来るん、行けたら行く、あれですよね、よくあるやつ、どっち、よくある行けたら行く、それともあのハルピョンが配信できたらやるぐらいのテンションの行けたら行く、どっちでも明日のイベント自体は15時とかだったっけ、違ったっけ、15時とかだったような気がするので、そう、え待って、明日リハ出れないってこと、私この曲の、そういうことですよね、マジか、頑張って振り起こししなきゃ、やばい、ドッポンタイムやりますって言ってるんだからドッポンタイムやんなきゃ自分の立ち位置を見てる場合じゃない、振り起こししなきゃ。
頑張ります。 X メンさんハートありがとうございます。キサさん、セナさんありがとう。待ってね、どうぞ。すすき、ありがとう。こんばんは。アイス食べよう。待って、メイクを。もう本当に時間がない。頑張れ橋本。振り起こしの時間がやばい。とりあえずでもドッポンタイムは15分間やんなきゃいけないから、それはやるとして、どうしようかな。ちょっとまつげ落とすやつだけ塗るね。そう、もう落とす気は満々でメイク落としとか持ってきてるの落とす気はもう満々。スキップしてみる？最近聞いたよねのぴょんちゃんたちの同時視聴ロケ、視聴配信はやるのいつまでだっけ。ちょっと今日はさすがにできなくて、あさっての、レッスン、明日のレッスン、明日ちゃんとさ時間通りに終わるか。式典だもんね、イベントだもんね。だからまあ時間通りに、予定の時間通りに帰れたとして、明日は平気？水曜の夕方、じゃあ火曜の夜までに見ればいいのか。じゃあ明日見れそうなら見よう。ちょっと終わった後だけど、除幕式終わった後に見る感じになっちゃうんですけど、しかもその多分除幕式でなんかパネルあるやつ全部オープンされるから、今後の展開もろバレもろバレしちゃう。いいのかな、しょうがない、しょうがない、しょうがない、うん、最悪。ドロースリー、よし。静岡、そうね、部屋なんかは別でね、こうやらせていただけてるのが嬉しいですね。ヒガナアンバサダーとは、明日が忙しい感じかな。で今日が公演がこの時間まであるだから、だからちょっとわたわたしてるから。いつも公演終わんのこんな遅かったっけ。公演終わっていつもこんな遅いっけ。
生誕だから。うん、そっか、生誕でチェキ取ってるから、そうチェキ取ってるゆきりんさん待ちでみんながそうあれだからか。もうなんかねチェキが増えたことで、うん、みんなそれぞれがやることが一個増えたから、そう。時間が遅くなってるね。しょうがない。こんにちは。今日チェキ取ってないてか、私1回しかまだチェキ取ってないそう、1人しかチェキ取ってない。人気じゃないから狙い目1日はチェキないっぽい。なんで10月からだから、10月だからってこと。え、10月分もなんか集めますみたいな言われたんですけど、え、なんでなんでないの。昼公演だから。じゃあみんなハピョンとチェキ取れないね。てかマスカラ落ちてんのえぐい。めっちゃ落ちてる、めっちゃ落ちてるから目黒い。あ、輪投げじゃないってそういうこと？お、ドボンタイム15分経った。じゃあこれの次で終わります。フリースローだったらな。だっていや壁車外れるんですけど壊れるんですけど劇場劇場壊れるんですけど。え、なんか真っ白の画面になった。え、バグったね。バグってるね、バグってる。充電ないってこと？違うね、バグりました。一回アプリ落とそう。対戦中？ねえごめん、待って。たまにさ、これ対戦中の画面に戻れますみたいなのありますよね。あ、戻れなかった戻れなかった、ごめんね。やりますね、もう一回。よかった、ピョンついた。パンダさんハートありがとう。今パンダ目めっちゃ目
のメイク落とす。そう、このねポイントリムーバーで落としてから普通のメイク落としで落とした方がめっちゃ落ちやすいの。通信切断された。ね、なんで？なんかやばい。うちのドボンバグってる。お、復帰、復帰できた。復帰できた。よかった。オートの橋本春菜さん上がっていきました。私が今じゃあ2つの対戦画面に登場してたってことですね。あ、もうなくなっちゃった。あ、やばい、もうなくなった。うちのメイク落とし、でも新しいの買ってあるんで安心してください。ほらすごい、なかなかないよね、このねえ、やっていいこととやっちゃダメなことがあるんですよ。最悪最悪負けました。最後の最後に終わり。配信ももうすぐ終わる。5000盛り上がりいったし、メイク落とし配信初めて。本当？よくやってるよ私。確かに最近やってなかったかもね。よくやるんで、公演終わりとかよくやってます。ぜひハルピョンの公演終わりに来たらメイク落とし配信見れるので、たまに、たまにだけどね、ぜひ見てください。今年終わったポイントメイクリムーバーなんで、ポイントだけ、ここだけ落ちれば OK。 眉毛とかは全然普通のこういうメイク、メイク落としで。でもあるんだよね中身ちょっと。ここ蓋、今度次蓋開けたら使えそう。ギリギリまで使う女、2本買いだめしてあるのにということで、とりあえずドッポンタイムできたし、あ、静岡明日やります。え、ビフェスタめっちゃいい。これ、これポイントメイクアップリムーバーめっちゃいいです。あとヒロインメイクのマスカラ落とし、マスカラだけ最初にこう私塗ってたと思うんですけど、え、めっちゃいいです。これ2つ私のメイク落としセットめっちゃいいんで、ぜひ。ということで、それではランキング読みます。あ、やばい、嘘。あ、でもいいや、ドライヤーしながらにしよう。あ、でも待って、もう今22分でしょ。嘘、もうちょっと配信します。ちょっとファンの方に、でこれをちょっとスタッフさんにさっき言ってた送らなきゃいけないやつを今から選定します。
今から剪定します。あ、できたんじゃない、もうこれで8枚。あ、これ違う、これアルバム、アルバムから削除。あと1枚。4対3、よし。あ、もうすぐ終われるわすぐ終わるわ。アルバムに追加。これやめようよ。でもアルバムから削除。あと1枚なんか選び直そう。なんかじゃなければ好きだと伝えられるのに、初めて大切にさ、どうやって書くればいい。やばい、私まだ踊れないんですけど。この曲劇場で絶対やるよね。まだ踊れない。昨日の裏話とかあったりしますか？ないですもう全部喋りきった。なので皆さんぜひ写真いっぱい載っけてください。今日劇場披露かと思いましたなんかみんななんかさ、すごいさ、今日はここでみたいな、すごい煽るやんと思って。そう、誰かがめっちゃ煽ってたの。でも今日披露しないよと思いながらそう、 MVO って、あーってなってたファンの方。めっちゃ分かりやすくておもろかった。待って、これにしようと思ったらめっちゃマネージャーさん映ってるよくない。めっちゃマネージャーさん映ってるうん、これ画質あんまり良くないからやめよう。この写真も普通にめっちゃこの写真いいやんと思って、この写真にしようと思ったらめっちゃマネージャーさん映ってたアウトアウト、ファイト、一発、ディカビタン D、ん？なんだっけ？リポビタン D、ディカビタン D、めっちゃ間違えてる。アサルンさん、ありがとうございます。鈴木私たちも謎、なんであれってさ MV さ見てるんだろう謎だよね。なんであれって MV 見る時間あるんですか？あれはな、一体何の時間？宣伝？あ、宣伝？でもさ YouTube にさ上がってるからさ、絶対さそれやっちゃうと YouTube の再生回数減っちゃうよって思う。そう思わない？気のせいかな、見る人は見るけど見ない人は見ないのかな。もう私たちは衣装を片付けたりしてるんで全然いいんですけど。
ちらは衣装を片付けてます。ああ昔は動画サイトに上がらなかったから劇場で見れるのはレア。確かにね。でももう今は YouTube 時代が YouTube じゃん。もう動画サイトてか YouTube だけじゃないけど TVer さんとか Hulu さんとかもう時代がそれだからさ、いい写真ないな。あるんだけどいい写真1個あったんだけど、そう他のメンバーが一緒に写っちゃってるからアウト。えトリミングしても無理、ここに顔がある、お互いお互いの顔がここにあるから無理。ちょっと難しそう。あと1枚が見つからない。これにしようかな。めっちゃ生写真の需要高まるやん、うちのこの水着グラビア撮った時の写真にしようかな爆買いしてくれそうみんな練習。これちょっと背景汚いからやだ。決まりました。いやしないですよ。残念ながら。よし、この 1,2,3,4,5,6,7,8 枚でいきます。やばい、一気になんか水着グラビアのやつにしようかなとか言ったら一気になんかなんかコメント増えた。無理やめて。くるちゃんとかがさやるならさわかるけどさ、私がやるのは意味わからんやろ誰もいらん。もう今日もうこんな普通にまた話し始めそう。ランキング読みます。今日劇場で採寸をしてもらった。そう、私のウエストサイズ公開しませんが、そんなめっちゃ正しいやつじゃなさそうだけど、でも採寸していただきました。そりゃね、もうだって最後に採寸したのいつだろうって感じだから、うん、さすがにね変わってるからね人間。
今何ランキングを読もうとしたんだ。お風呂に入る、お風呂入ってあれ食べる、アイス食べる、アイス食べながらフリV見て、一回見て、まずフリV見てこういう感じねって3回ぐらい見てこういう感じねと思って、でそっからフリを起こす。寝れんのかな、まあ明日移動中に寝ればいいか。ということでランキングいきます。1位直吉さん、2位トラックヤロアットゴリさん、3位サプライズレバーさん、4位マックビックさん、5位マジカのバナナと iPhone15 デビューしマジうち買うか分かんない、それはちょっとやばいか。いや買いたいんだけどさ、買いに行く暇がないかもしれんって感じ。そう、6位イバジュンさん、7位哲也タルピョン大好きさん、8位ネバーストップアット、6月長野、7月富山、8月福島、9月福井静岡、今福島は行ってないけどな、西新宿三角公園だからギリギリ行ってない。9位熊高さん、10位智之さん、11位シグ SR さん、12位アキラ852さん、13位エリーちゃん大好きさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。ちょっとまた明日は夜配信多分できると思うから、夜配信してあれをしますね。あの最近聞いたよね、お一緒に見ていきましょう。もう疲れてる、もうあるよ。でも寝ないと絶対に、いやもう振り起こすよりも寝る、睡眠を優先したいと思います。はい、もう疲れ切ってるので、しかも今体調不良者多いから、あの免疫大事なので、ちょっとそっちの方を優先して、まあ明日のレッスンの時にちゃんと踊れるようになればいいから。はい、頑張ります。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6119人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃ、富山県出身春ぴょんこと橋本春奈でした。ありがとうございました。また明日静岡で、そしてなんか何配信で、あとは池袋で明後日お会いしましょう。バイバイ、おやすみ。もうダッシュ、もう今からタイムアタックです。どれだけ早くお布団に入れるか、タイムアタック。おやすみなさい、バイバイ、またねー。